金奈奈さんはおバカキャラを演じてるんですか、はい、それとも天然でアホなんですか。私、うん、自分では別にバカだと思ってないんですよ。はいはい、<laughs> 思ってないですよ。はい、私、二十三歳の時にサンマゴテに出たんですよ。で、その時になんか新おバカ女王を決めるっていうっていう企画だったんですけど、そこで私、うん、新お,かおバカ女王に選ばれたんですよ。おすごいじゃないですか。そ,うそれで、え私別に自分のことをバカだとそんな別に思っ ってなかったから、あ、私ってそこでバカなんだって気づいたんですよ。その信用バカでもなって、あ、なるまで気づいてなかった。うん、あ、ま勉強ができないって思ってましたよ。勉強ができないバカ。あ、それは分かってた。分かってました。中学とか、の、なんか学年テストとかになると、順位とかどんな感じだったの、うんか？やばいですよ。ほ<お>本当にほぼビリじゃないですか。ほぼビリ。普通に生活する上で、漢字とか読めないと結構不便じゃないですか。それは大丈夫なんですか。 不便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 。<あ>大変ですよ。大変ですよ。<あ>違う駅に降りちゃったりするんですよ。あ、読めないから。読めないから。<laughs> <え> <laughs> 本物だ。すげえ。だからね。やっぱり勉強は必要だなって思いましたね。そこで。あじゃあ、あの、そ <laughs> の、回答は大体もう出たと思うんで。はい。各々 <laughs> 気づいてください。